はい、こんばんは、ポップです。FX チャンネル、3月28日土曜日。今回は週末スペシャルということで、5ドル円の中長期的な目線からの解説をしていきます。いつものデイトレだけではなくて、スイングトレードにも役立つような解説としていきたいと思いますので、よろしければ最後までご視聴ください。 それではね、全体の相場感をサクッとね、こちらは解説をしていきたいと思います。詳しくはね、ベドル円の動画で上げておりますので、まあ、そちらをご覧いただければと思います。まずね、金曜日のマーケットでございますが、東京マーケット日経平均の方は大きく上げて終了したというところでございます。特にね、引け間際に大きな上昇ということで、約4%の上げということでね、こちらは2万円には届かないんですが、19,389円でね、終わるという形でございました。ただ こちらのね、えー、時間が変わりまして、ヨーロッパマーケットになったところではね、えー、下落してしまったということで、ちょうど東京マーケットからヨーロッパマーケットでね、えー、少し、えー、相場の方が逆回転し始めたかなというところが、えー、進む中で、えー、アメリカのマーケットですね。えー、先ほども、えー、ちらっと見えたとは思いますが、ニューヨークダウンの方は、えー、引け間際にですね、えー、大きく下落をしてしまいまして、結局は4%強の下げ、えー、915ドル下げまして、えー、2万1636ドルというところでございます。えーまあ ね、一旦はね、2万2000ドルぐらいまでの回復はあるかもというところでね、先週の動画はお話ししたんですが、まさに2万2000ドルぐらいをね、境目にレジスタンスが入って、また下落したというところでございます。そしてね、気になるところがアメリカの長期金利、10年もの国債利回りも0.660ということでね、一時は1%を超えるところもあったんですが、最終的にはね、大きく株式相場と同じように下げて終わってしまうということでね、株式相場、株が売られて債券が買われる。そして 経験利回りは下がるということでね。 えー、まあリスクオフの動きが、えー、顕在化しているというところでございます。えー、気になるところでね、えー、原油の方もね、えー、大きく下げてまして、えー、こちらが1バレル21ドルで、えー、台ということでね、えー、こちらの方も、えー、一時はね、25ドルぐらいまで戻っていたんですが、最終的にはね、えー、安値付近で引けてしまうという形でね、えー、少し週末が怖いなというような感じで控えたところでございます。えー、これらをね、含めてね、5ドル円の方を、えー、再度ご覧いただきましょう。えー、こちらがね、えー、60分足、1時間足でございます。 がえこの縦のラインがねちょうど一日ごとの区切りとなっておりますえよってですねえこちらが金曜日木曜日水曜日火曜日月曜日ということでねえ月曜日の、えー、明けからねオープンから見ていただきますと一旦はね63円を少し割り込むぐらいの円高水準から、えー、振り返ってみればスタートしたというところでございますえただ月曜日のうちにですね移動平均線を明確に上回りましてそこからはね、えー、上昇トレンドまあ月下水という形でね上昇トレンドが3、えー 日間弱でで続いいいたとう形ござます移動平均線が右肩上がりでございますので、その上側、もしくは移動平均線付近で陰線が陽線に切り替わるといったね、トレンド転換は移動平均線よりか上側ということでございましたので、上昇トレンドが続いていったということで、いい時にはね、68円に接近するような相場もあったというところでございます。ただね、水曜日の中頃ぐらいから、このね、68円近くまで上がったところからね、反転しまして、 でこちらの移動平均線で、まあ、サポートが入ればというところだったんですが今までね陰線はね大体2、3本続いてからの要線にねトレンド転換していたんですがやはりね下げがきつくなりますと移動平均線を割り込んでしまう、まあ、そうなりますとね少し弱気相場ということで、まあ、水曜日から木曜日にかけては大きく下落をしまして65円ぐらいまでの下落という形になってしまいましたただね65円ご覧いただきますと、まあ、ここでねしっかりとサポートが入っているところと過去もねレジスタンスライン サポートラインになっているというところからですね、一旦はサポートが入りまして え、再度ね、移動平均線付近まで。そして、えー、極めつけはですね、極めつけと言いますか、ポイントはね、ここの移動平均線でレジスタンスを食らって、下方向に行っていればですね、もう少し5ドル安、円高方向に進んだというところでございますが、なんとかね、こちらを持ちこたえましてね、移動平均線を上抜け、そしてボリンジャーバンドの上限ぐらいまで上がったというところでね、移動平均線、なんとかね、この下落トレンドを回避したということでね、えー、なんとかこちら移動平均線が横ばいになりまして、まあ、レンジ相場を形成するという形で、 になった形でございますえということでね、えー、なんとか米、えー、ドル円とは違って、ゴードル円の方はどちらかというとね、えー、回復局面の継続がのフェーズに入っているというところでございますが、ただね、これはあくまでも60分足の話で、もう少し時間軸を、えー、広げてみますと、えーまあえー、ちょっとね、レジスタンスラインが出てくるかなというところでございます。4時間足ご覧いただきましょう。 えこちらのね、えー、4時間足ご覧いただきますと、順調にね、えー、今までの下落トレンドから上昇トレンドに切り替わったのが、えー、見て取れるかなというところでございます。まあ、一時はね、えー、60円を少しばかり割り込むというのがね、えー、先週ではあったというところでございますが、そこからね、移動平均線を、えー、大きく上抜けて、えー、サポートがね、なんとか移動平均線付近で入ったというところでね、上昇トレンドを形成したというのは先ほどお話した通りでございます。えー、そしてね、えー、65円のサポートもね、まあ、振り返ってみまし 見れば移動平均線ぐらいでね、4時間足の移動平均線で、えー、サポートが入ったというところでね、えー、少し上方向に行きそうかなというところが、えー、見られるんですが、やっぱり67円付近はね、えーまあ、前回の、えー、こちらのレジスタンスラインがね、非常に多く密集しているというところと、まあ、出来高もそこそこあるということで、67円付近では、えー、またね、えー、こちらが、 レジスタンスが強くなってくるだろうというところと、あと、ボリンジャーバンドの上限の方もですね、上方向に迫ってきているというところでございます。よってですね、今のところ4時間足は、えー、壮大なね、えー、こちら下落トレンドの方から、えー、ここらのね、サポートを受けることによって、まあ、上昇トレンドに切り替わったかなというところでございますが、このままね、上に上げ続けるかというと、少しね、えー、まあ障害が多いかなというところでございます。その一つとしましてはね、先ほどお話した通り、ニューヨークダウの方、 がまた下げ局面になってきましたよということで5ドル円が上がるためにはねやっぱり株式相場に資金が入らなければまあ、5ドルといったね通貨には資金が流れてこないかなというところでございますのでまず株式の上昇が、えー、まあ、必須という形になろうかと思いますあと合わせてですねまああのあまりは関係ないかもしれませんが商品相場ですね、えー、例えば原油に関しては先ほどご覧いただいたんですけど非常にねちょっと弱いというところで、えー、まあ、2 1バレル21ドルぐらいというところなので 原油が弱い状況というところでは、やはりね、えー、5ドルの方には資金が流れにくいんじゃないかなというところもね、想定されますので、そういったところでは、今、移動平均線、4時間足ベースでサポートが入っているんですが、上方向に行くかなというのは、少し疑問符がつくかなというところでございます。そして、えー、冷やしの方を見ていただきますね、もう少し決定的なねレジスタンスがあるからというところでございます。こちらがね、冷やしのチャートでございますが、まあ、今回のね、コロナウイルスの感染拡大によって、74% 50円ぐらいからですね一気に60円割れというね、えー、壮大な下落をしていたというところでございますえー、そして、えー、ここのところね、えー、反発をしまして、えー、60円切ったところからまあ、678円まで、えー、戻ってきたというところでございますが 等とう,とう,とう,とう移動平均線が、えー、こちらが、えー、平均足のチャートに重なってきたというところでございます。えー、基本的にはねまあ、えー、60分足よりも4時間足、4時間足よりも日足ということでね、ね、えー、時間軸を伸ばした方が、えー、この移動平均線やこのボリンジャーバンドのねサポートレジスタンスというのは、えー、信頼度が高まるかなというところでございます。えー、ということでね、ね4時間足ベースでは、えーえー、移動平均線のねサポートを受けて上方向に行くかなというところがある んですが先ほどの株式相場や原油相場を見ると少し下がりそうかなというところと、こちらの日足の移動平均線ですね、とうとう上方向から降ってきましたので、これもね、 え、過去のこの長い要線のところね、下髭をつけて下げ、あ上髭をつけて下げているという形で、かなり大きなね、レジスタンスを食らっておりますが、こちらもね、合わせて、冷やしベースの移動平均線がこれからも下がってきますので、少し下落圧力がね、強くなるんじゃないかなというところに来ております。ということであればですね、やはり、戻り売りという形でね、しっかりと上に上がったところではね、叩いていくというところが、今後の5ドル円の戦略としては 必要かなとといいうところでございますもちろんね、株式相場だとか、えー、原油相場がね、反転すれば、またこのトレンドはね、変わってくるかもしれませんが、冷やしベースでね、今回の下落で初めて移動平均線に接しましたので、一旦はね、下方向に行って、2番足をつけに行くんじゃないかなというところがね、私の見立てでございます。えー、ということでね、えー、ちょっと具体的な、えー、戦略が遅くなってしまいましたが、今後はですね、67円を背中に向けてですね、この要線が陰線に切り 変わったタイミングまさにね、今のタイミングではございますが、こういったところでしっかりとショートを組んでいただくという形でよろしいかと思います。もちろんね、移動平均線の方は今横ばいなので、基本的には横ばいの移動平均線の時にはですね、ボリンジャーバンドの上限と下限をね、行ったり来たりするというところがあろうかと思います。ただ、そのねトレンドが横ばいから右下下がりにもし下がった場合はですね、下落トレンドに入ってしまいますが、今横ばいとしましてもですね、ボリンジャーバンドの上限付近で しっかりと陽線からね陰線に60分足ベースで切り替わっているというところであれば、ですねこれぐらいのタイミングからショートを取っていただく、そしてねまだトレンド転換するかは分かりませんので、一旦66円を切ったところでね、えー、まあショートの利益確定をしていただくということで、少しレンジ相場を想定しながらも、引き続きね、えー、まあボリンジャーバンドの上限から67円ぐらいに来ましてです、ね、そこでショートを取るのではなくて、その付近でヨ線から陰線に切り 変ったタイミングでショートを取っていただくという形がよろしいかと思いますえということでね、えー、焦って、えー、まあ、下落トレンドに入っただろうということで全力でねショートを組むのではなくてしっかりと、えー、ボリンジャーバンドの上限、えー、もしくは67円付近で、えー、移動平均線 えー、ボリンジャーバンドです,、ね、すみません、えーと、平均足のチャートですね。こちらが、要線から陰線に切り替わったところでショートを組んでいただくというところがよろしいかと思いますし、えー、逆にこの60分足の移動平均線が右下下がりに下がることがあれば、ですね移動平均線がレジスタンスラインになるという形になりますので、えー、そうした時には、えー、その付近でですね、要線から陰線に切り替わったところでショートを組んでいくというような、えー、トレンド戦略でよろしいかなと思いますので、参考にしていただければと思います。まあ、ちょうどね、えー、上昇相場の反対と思って いただければと思います右肩上がりのタイミングではその上側にね平均足が位置しておりますので、えー、その上側で陰、えー、線から陽線に切り替われば、えー、ロングというところがね、えー、通用するかなと思いますが逆にねこちらが右下下がりになれば平均足がその下側になりますのでしっかりと戻ってきたところで打っていくというところをね、えー、メインシナリオとして考えていただければと思います、えー、とりあえずはね67円を背中に向けて今はショートが組めるかなというところですので、えー、皆さんのポジション取り、えー、トレードにね 参考にしていただければと思います。はい。えー、以上で、えー、5ドル円の、えー、見通しのお話を以上といたします。えー、今回の動画がね、えー、少しでも参考になったという方であれば、えー、いいねボタンやチャンネル登録、そしてツイッターのフォローをいただければ、モチベーション上がありますので、よろしくお願いいたします。はい。えー、今回は以上です、えー。今週も1週間お仕事とトレードお疲れ様でした。バイバイ。